こんにちは、小原です。今週のウィークリーレッスンではドライバーショットを安定させるための練習方法を紹介したいと思います。コースに行った時にドライバーショットがダフったり、あるいはトップしたり、またはチョロが出てしまう、そういうことありますよね。そういったミスを練習場で改善しようと思って練習してもなかなか成果が出ないということあると思うんです。そういう方の多くの方はですね、練習場でフルスイングで練習をされている方が多いと思うんですが、今回は効率的に上達していくために私からの練習方法の提案として、ビジネスゾーンの練習、そして肩から肩の練習、フルスイングというステップを踏んで練習していくという方法をお勧めします。なかなかドライバーでビジネスゾーンの練習をされたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、非常に効果的な練習になりますので行っていただきたいと思います。まず私がビジネスゾーンの練習から、ちょっと、打ってみますので見ていてください。このような形で練習をしていきます。ポイントがいくつかありますので、説明していきたいと思います。まずドライバーですから、ビジネスゾーンのスタンス幅、拳一つでやるというのがとても重要なポイント。そして、振り幅ですが、腰から腰の振り幅ですね。そして注意していただきたいのはスイングスピードです。どうしてもドライバーを持っていますので、無意識のうちに飛ばしたいという気持ちが働いてしまいます。そうなるとこうなります。手で強く叩いてしまうんですね。そうなってしまいますと、これが肩から肩フルスイングとなってしまいますと、余計力みが強くなっていって、アウトサイドインというようなスイングを歪めてしまったりということが起こりやすくなってしまうんですね。そうならないように、ビジネスゾーンはもう小さいスイングですから飛距離はいらないというふうに考えていただいて、一つの目安としては30ヤードぐらいを目安に、キャリー、ラン含めて30ヤード以内の距離にとどめられるようにスピードをコントロールして練習をしてみてください。次に肩から肩の練習を行います。肩から肩のドライバーでやるショットをお見せしますので、ちょっと見ていてください。このような形でドライバーで肩から肩で行っていきます。最大のポイントはしっかりとベタ足で練習を行うということです。しっかりとベタ足で練習を行うことで、スイング中の体の左右のブレというものがなくなりますので、ミート率が上がっていきます。どうしてもこれもですね、結果に気持ちがいってしまいますと足がどうしても上がってしまいますね。そうならないようにしっかりと足の裏をコントロールしてください。そしてこの時にまた一つ大事になっていくのがスイングスピードのコントロールです。肩から肩のスイングになりますと、ある程度大きいスイングになっていきますので、どうしてもやはりドライバーなので飛ばしていきたくなってしまいます。そうではなく、今は安定したショットを手に入れるための練習ですから、速度は通常の半分に落として、ゆっくりとした速度でクラブをコントロールできるように練習してください。そして半分のスピードで少しインパクトが安定してきたら、少しずつ速くします。少しずつ少しずつ速くして、最終的には肩から肩のスイングでも通常の8割程度の速度まで上げていって構いません。ただいきなり速い速度でやりますと、なかなかミート率が安定しないといけませんので、最初は遅い速度ですね、5割程度からスタートして、だん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 速度を速めていく。その時に重要なポイントはベタ足が崩れないこと。速度が速くなりますと足が上がってしまいますよね。そうなってしまいますと体がブレてしまいます。まずはビジネスゾーン、肩から肩共通して、しっかりとバックスイングでは右の土踏まず、フォローでは左の土踏まずで、しっかりと重心を受け止めながら、なおかつベタ足で練習をするということがとても重要になってきます。最後にもう一球、肩から肩のスイングをやってみたいと思います。しっかりと重心をコントロールして、
ゆっくりとした速度で打ちました。これを繰り返し繰り返し反復練習することでブレのないスイングが作られていきます。結果としてはミート率が上がって必ずスコアアップに役立ちますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。